はい、こんにちは。札幌占い美容師裁判士のことです。こちらは、ビフォアの状態ですね。で、こちらの方が、仕上がりのアフターの、カラーの状態になります。で今回の、動画ではですね、こちらの、ピンクベージュの、カラーにしたいということで、初めてのブリーチをやることになりました。はい、そこでですね、どれだけ染まるか分からなかったので、とりあえずですね、ブリーチの方、1対5という配合でブリーチを作りました。で、パウダーが1、オキシ 6% が5の配合になります。で、チップはですね、1センチのチップで、ホイールは使わないでブリーチをしていきました。で、理由としては、後で毛先の方をちょっと足したいなと思ったので、根元の方の量より毛先の方を明るくしたかったので、ホイールで包んでしまうとちょっと分かんなくなるので、今回はホイールなしの状態で1対5のブリーチを塗ってます。で、このリパレットを、使いながら、塗っていきます。これリパレットは100均のまな板、プラスチックまな板をカットして作ったものになります。で、根元を塗るときはハケを寝かして塗るのが一番ベストですね。ステムを、頭皮に対して90度に、表面の方がねしていかないと、髪の毛の下の方にブリーチがついてしまうので気をつけてください。はい、でこちらがブリーチのとりあえずですね、終わった状態になります。で、さらに、根元の方がやっぱり通常入れると多くなってしまうんで、下の方のあれですね、毛先の方というか、根元のようより毛先が多くしたいので、毛先をちょっと足していきます。はい、部分的にランダムに引き出してブリーチをプラスしていってます。薬剤は同じブリーチですね。1対5の割合のブリーチになります。ここをですね、ランダムにやるのに、ホイールしてるとちょっと読めないんですよね。なので、ホイールをしないでやってます。全体落ちた時にどういう感じになるかっていうのをイメージしながら塗っていきます。毛先の方はね、薬剤を止めて、しっかり明るくなるように設定しております。でですね、シャンプー台で、ブリーチをシャンプーしっかりして、シャンプー台で薬剤をもつけてしまいました。薬剤の方はスローカラーの、アッシュの10とコンフォートってグレーカラーの方なんですが、グレーカラーのピンクの10ですね、これを1対1で混ぜたものを、根元につけて、さらにそれにオキシをですね、残った残量に対して、1対1の状態でプラスオキシをして染料を薄めて毛先に塗りました。で、シャンプー台から上がってきて席で、揉み込んでですね、状態を見てみたんですが、ちょっとイメージしていたものよりピンクが足りないっていうことだったんで、もう一度ですね、シャンプー台の方でプラスしたんですね。ここがそうですね、これ実はシャンプー台でつけてきたんですけど、シャンプー台の方で、ピンクのですね、8トン P の8ですね、単体で、上からちょっとつけてます。赤みがねちょっと足りなかったんで、これでね、最初から例えばですけど、今回の場合ちょっと2回目色がちょっとね思ったのと違ったんで、例えばコンフォートの、10のピンクにブルーとか混ぜてカラー作ればよかったかななんて思ってます。はい、こんな感じ、これが仕上がりの感じですね。はい、見ていただいてありがとうございます。